はい、どうも岡田さんです。今日はバズラのクリスマスガチャが来ているのでやっていきたいと思いますが、もう狙いはグレモリー1点ですね。グレモリーの星8が出るまで、まあそれ以外にソニアとカーリーがいるので、まあ星8が出て3分の1でグレモリーが当たれば終わりという形なのでやっていきたいと思います。はい、順調に銀ですね。まあまず58個待ってるので、まあ、これを回していきたいと思います。お、金、はい、お、新キャラですね。はい、ロックス&カストル、ね、この2人を一緒にしちゃう当たりますね。さあ、星8を引かないとお話にならないので、まあ、それ以外のところはすぐ星5が3体かな。フレイあともう1人、あ、そうこのブロックスのやつとフレイとあと1人何でしたっけ、あ、兄ちゃんかね、3体追加、あ、さすがやってくださいね、なもこの最初にそれでしょ、あ、こっちのつぼねね、で、あとじゃあこれでフレイが出れば星5はこう、まあそれ以外のほとんどのクリスマスガチャは揃ってるので、まあ星4銀はサクサクこれをポリするしかないですね。さあ、溜めたので出るっていうのはやっぱないですかね。お願いします。なんかね、パズルはそこまで爆死したことがないんですけど、この季節ガチャだけはね、6連とかに行っちゃうことがあるので、星8の何がね出るかによってかなり回数が変わると思うんですけど、1回ぐらいは星8絶対出ると思うんですけど、まあ、それが一発目でね来れば同じなんですが、まあ金率もそんなに悪くないですけど、やっぱ星5しか出てないかな。タクとかね、まあ、ジーニャとかもかなりいるのであんまり出てもしょうがないんですけど、まあ、サクヤもね僕意外と8回ぐらいだったと思うので、はい、はい、課金してきました。はい、じゃあ追加でいきましょう。まずじゃあこの88、末広がりのね、いい数字なんで、これで出てくれれば。しかもこれ、もう僕、ボックスいっぱいなので、調整的に常に課金したら88になる気がしますね。はい、あとね、深夜引いてるんで、声がちっちゃくなりますね。お、出た。これでもう、これに。はい、新キャラは、はい。グレモリー以外は無事、まあ案の定あっさり出ましたね。はい、じゃあサクサクいきましょう。まあソニアは変えちゃうので、せめて出るんだったらカーリーが出てほしいんですけど、もうね最近僕ねかなりこう5と3で爆死ガチャも上げてるんですけど、ここ最近2週間ぐらいガチャの方がかなり良くて、いろんなガチャがねあっさり終わっちゃってるんですけど、その流れでね早めに終わってくれればと思ってるんですけど、最近運がいいなと思ったのが、あ、あれですね、ブリーチコラボも最初ワンセットの17円で山本が出て、でこの間ちょっと残りのね一体を引こうと思ってたら、それが4連ぐらいで出ちゃって、全部22連ぐらいで新キャラ含めてコンプできちゃったので、ブリーチがあっさりになったのと、あとあれですね、白猫もやってるんですけど、白猫も55連ぐらいで新キャラ入れ替えが2体とも出てくれたので、なんか最近ドラゴンボールで爆死して以来そこまで爆死っていうものがないんですけど、あとあれですか、トレジャークルーズですね、でこれも最初の10連で新キャラのバギーが出ちゃって、初めて10連で終わらせてしまったんですけど、なんか爆死キャラだったはずが、ちょっと最近2桁台であっさり揃って、そろそろ来て、あと、星が熱いに来ましたね。劉備か。もう1個星増えてますけどね、劉備もなんか覚醒して強くなってるんで。
もう5体目か。で、なんか確率ここら辺で収束して爆死するかなとは思ってるんですけど、グレモリーね、そこまで、この間ハロウィンガチャでもちょっとあのグランが引けなかったので、このコンプスに狙うのも女の子ガチャとかで出てきちゃうんじゃないかと思って、そこは狙うつもりもないんですけど、できればねやっぱりこう出た日に行きたいというコンプ勢の気持ちなので、コンプできてないんですけど、ちょっとできれば引きたいなと思ってますが、100連ぐらいでも持ってくれれば、まあ、あっさり5000円がなくなっちゃいますね。はい、ついでに確認してきました。これは2体目か。で、今やっぱあんま出てないな。後半を打つことでしょうけど。はい。欲しいな。ここですよね。あんまり高確率の差今回なさそうな気がしますけど。まあ、1万円ぐらいだと何もできないかな。と思います。はい、サクサクいきましょう。でね、意外といろんなあのコメントで、まあ、ガチャだけやって楽しいんですかっていうのをよく書かれるんですけど、まあ、正直ガチャをかなり楽しんで回しているのと、まあ、小さな星バナは指がよく出るな、 ありがとうございます。まあゲームをねそんなにやってる時間が、まあ、正直あの仕事の方があるので、そんなにねやってる時間がなくて、まあ、無課金の人からすると、ね、もったいないというふうに思うと思うんですけど、基本もうガチャを楽しむぐらいの時間しかなくて、ゲームそんなにやってないんですよね。で、お金他社にもったいないっていうのも正しいんですけど、まあ、趣味がねあんまりなくて、お酒も飲まないのとタバコも吸わないので、ね、まあお付き合いでお金があんまり使わないので、もう社会人になるとゴルフ行っていくと 2,3 万かかるのを考えると、ガチャで1回ね5万ぐらい使うっていうのは実際そんなにあの変わらないので、ゴルフ行くんですけど、まあ、そんなに頻繁に行く方ではないので、どちらかというとお小遣いはほとんどガチャで使っちゃうっていう感じですかね。パズドラはそこまでひどい爆死がなかったので、僕の中でかなり勝手にちょっと楽しいガチャなんですけど、最近ちょっと規制ガチャがひどくなってきたので、このジーニア、このジーニアはね本当にいろいろ騒動を起こしてくれた懐かしいジーニアですけど、もうあれから何年経ってるんだ、去年の話か、どうしたを引かない限りね、まずドキドキもないのでね。はい、厳しいな今回。あまり厳しいって言うんですよね。これで1万円の課金はさあ残り2回、1万円で終わったりしないかな。クリスマスはお金がいろいろかかるので、あら、はい、ちょっとついでに来ました。厳しくなってきたな。はい、まあ、課金3回目なのでね、1万5000か。そう、ここら辺でちょっとなんか本当星7は劉備が出てるので、まあ、悪いわけではないんですけど、星7が5000円の時に1体出ればいいかなって感じかな。で、星8は1万円に1体ぐらいは出るのかな、確率的には。ダメですね、厳しいですね、やっぱり。なんかね、こ
トレーニングでちょっとね気がめいっていくというか疲れちゃうのでね、本格スローは幽霊がないのでお金減らなくていいんですけど、こう1点狙ってる時はかなり厳しくて、延々とねこう銀卵の時とかもただのかぶりでしかないので、いや感動もなんもないですね。とにかく金卵がまず出てくれて、頼みます。で何体目だこれで、6体目か、追いついてきたな。はい、もう僕その4000に拡張できないので、ね、とにかく溜まったら売る。銀玉がもう迷わずに全部モンポにしましてますけど、モンポももう一回ちょっと溢れそうなので、なんかね30万ぐらいで買って交換しておかなきゃ、もっと増やしてほしいんですけどね、モンポのパターンを。今回もねグレモリーとかせめてなんか50万とかで売ってくれればありがたいところだったんですけども、この間のねのヒロインガチャですごいもうモンポが溜まっちゃったので、処理にちょっと最近困ってる感じなんですけど、迷わず P に変えればいいんでしょうけど、 P もね余ってる感じなので、なんかバランスがね、はい、まあちょっといろいろ打ってきました。はい、残り3回これでいってくれる。銀のがちょっと銀が増えてる気がするな。ないかな金は、金が4割ぐらい、4割はあるか、45% ぐらいなのかな。おお、欲しいなあ、ね、まあ、確かに、はい、5000に1回欲しいなのはいけるな。はい、課金してきました。4回目ですね、これで。2万円分の課金でいきましょう。星7が3体出たので、今度5000円に1回星7が出て、星8を7が出てくると。どうなんだろうな、と。半分ぐらいだと思うんだけどな、星7と別の。いつも大体100連ぐらいでは終わってくれてるので、で、外れが出る、違うのが出るとね、100連かかっちゃう時もあるんですけど、いや出ないな今回の写真、気のせいかな、もう設置しながらやってるんで意外とダラダラになってきちゃってるんで早めに終わらしたいんですけど、いやもうねこんだけ同じキャラずっと見てると運動がないですね。一方金さん、はい、ちょっと開けたんでまた行きましょう。もうね、なんか出てくれれば終わるので、あんまり一気に開けるのもどうだろうと思って、ちょっと開けてるんですけど、なんか出ませんね。頼みます。卵頼みます。お、いいね。だけど今回の5000度は こいつか、はい、昨夜出ましたね、ついに今回の初か、はい、はいはいはい、金率上がってきたかな、昨夜初のつぼでね、はい、おー金いいですね、はい、フレイ、はい、早速行きましょう。フレイは男がフレイヤーですね、こっち。ずっと間違ってます。フレイヤー。というか、金ラッシュだな。いやー、この動画ちょっと長すぎて、話すことはね、ね他の YouTuber さんかなり話が上手いので、見て楽しいと思うんですけど、僕の場合、ただ回してるだけなんでね、動画上げてるのも、今回ね、どこまで行くかわかんないけど、サクッと上げるつもりだったんですけど、もう来ないな。今回も星なのが出ましたね、昨夜が出て、
回17連で1回は出てる感じしますね。早送りした方がいいかもしれないですね。はい、じゃあ課金していきます。はい、2万5000円でね、はい、なんかね、他の YouTuber さんって500とか石をもう最初から用意して一気に回しますけど、いや、こんだけ出ないとそのぐらい入れてからやろうかな、確かに思いますよね。今2万5千円なので、だいたいそのぐらいか、85の子ですもんね。これだと50、500ぐらい、溶けちゃいますので。これ出ましたね。7体目か、もうやっぱ何でもここ同じのだったと思う。はい。かぶって、もうちょっとうまい救済の仕方ないのかな。モンポも確かにいいんですけど、モンポももう溢れてるので、ね、モンポガチャの仕組みとかでもいろいろぶつかっちゃうんでしょうけど、こういうモンポガチャとかでも出るガチャね、200回とか回して種類が足りないので、金キャね、金玉とかでも10体20体とか当たり前に溜まっちゃうので、課金してる人対してのちょっとケアが、無課金だとね、さすがにそこまでいかないと思うんですけど、もう売り上げ下がってきてる、なんか課金してる人に対してもうちょっとフォローしてくれると嬉しいと思うんですけど、ただね、もう売るしかないという、まあ、それでもパズドラのガチャは意外と好評心的だと僕は思ってるので、去年ぐらいから確かにね、ちょっとガチャが楽しくなくなってきてるのは確かなんですけどね。最近ガチャで楽しいのだとやっぱりトペクルは楽しいですね。なんかこう一番強いのが引いた瞬間わかるので、ね、金と銀しかないシンプルさもいいんですけど、こんだけ5年目とかになってくると割り映えがないのでね、せめてこう季節ガチャだけはもうちょっと違う演出とかあってもいいかなと思うんですけど、ここまで補写真じゃないと演出とか見れてないんですけど、てか出てないな。なんか星なの出たか、出てない気がするな。17連、私かな、はい、ダメでしたね今回。さあ最後金とかで、はい、終わらない、はい、じゃあ課金してきました。これで3万円ですね。いやー厳しいな。34、これで100連超えてますね。最初63個かなあったと思うので、おお、さっき星の中ですが、今回忘れてましたね。ここでもう1体来てくれると5000円みたいなペースを守る感じに。けどな、もう一個上の星8が全く出ませんね。いやいや、もうグレモリーが出てくるとかいいんですけど、なんか僕前回もなんか季節ガチャで星8が出て一発で出てくれたんで終わったんですけど、全然引けなかったというか、うわー怖いな。ちょっと僕パソコンにちょっとどんな絵だったか見てみますね。ああ、ジンだね。あ、グレモリー今回後ろトナカイみたいになってた。赤鼻ね、左上に赤鼻が見えれば当たりする。いやー、
か、そうだな、ちょっとダラダラの動画になってますね。どうしようこれ、20分ぐらいかな。いやーきついですこれね。おお、収束した。はい、星に1体出てますね。相変わらず6体目の星、収束何もないか。6体星が出てる。おお、はい、星7連続。お、7体目出ちゃいましたね。5000円をいい金利するようになってきました。7体じゃあもう星が出てるのか。いやーもう金が出てくれると、いやー今ね星7に対するといい調子かなと思ったんですけど、なんか金がすごいぞ。ありがとうございます。星6に。チーニャとハクが星6ですよね。金がいいけど、やっぱ星5が入ってるんでね。はい。ちょっとひどいかな。もう2はガンガン打ってるな。はい。はい。さあ、出て。ああ、金か。もう一回じゃあ打ちましょう。で、モンポにして、はい、回します。お、終わって、あー、はい、はい、はい、ちょっと今回もうなんかちょこちょこやってたので、1回分ね、これで4万円分の課金になります。175課金してきました。これで終わらしましょう。星7がこれで1万円分の課金で1体出ても5000に1体のペースですね。シャージ今回出なさすぎじゃないかな。100連超えで出てないな。100連超えで出ないかな。100連でも出ないかな。あるかな。次はパズドラと思えない。しょうがないね。とね、200連しても出なかったらちょっともうこのしばらくじゃやめますかね。なんかもうね、1個のキャラでしかも絶対必要ってわけでもないのに、こんだけ課金してると、さすがにね、もう見てる皆さんもこの人壊れてるなと思ってると思います。確かにそれを感じるので、ちょっと自粛しようかなって感じが出てきますけど、でもね、ここまで使って逆に出さないと何のためにっていうのが逆に出ちゃうので。おお、まあ金率は大体半分弱か。星5がいるおかげで意外と高く感じますけど、星5がいないとさらに 30% ぐらい下がるのかな。ここにね、6、7、8だと 25% から 20% とかな。8回か7回か8回か1回ぐらいになるのかな。今回星7がここなんですね。1回は出てほしいんですけど、85個になると88個になると出なかったら1000円につい1回出てる感じになっちゃいますね。厳しいな。実はサンちゃんから2回引いたって、2回引いてソニアとジーニャが出てたんですよ。なんかね、ソニアの人たちとか星7の引きがいいんですよ。それを見て刺激的に、じゃあ1体ぐらい星8引いていくかと思って始めたのかな。
んな状況なんで、ね、これはワンセットもダメでしたね。はい、これでいいです。4万円分か、入りましたけど、星なら出てないか。話すことないのどうしましょうかね。リーグが疲れてるみたいな。久しぶりの深夜スタートでワクワクしてたんですけど、眠いだけだったんでしょ。30分経ってるな。お、はいはい、いいです。はい、8体目かな。星7っていうか星7って言うと草木ゼロか。なんかこのジャグダーでしたっけ、あの四角のマークついてるうちのどれかが出ますっていうのは、この確率出す必要はないと思う。ひどい仕組みだな。なんかね、こうガチャのね、収益の仕方のバランスっていうのはちょっと、こんだけいろんなガチャをやってると会社の色が出ますけど、アンフォーもちょっと変わってきた感じはしますね。悪い方向に。うん、まあ焦るのは分かりますけど、ちょっと本当になんかメインでやった YouTuber の方々もモンストに流れちゃってますし、ここら辺に手を入れないあたりがね、王道なんでしょうけど、ちょっとね時間もかかっちゃいますし、確率もねこんだけ出なくしてるの、前まではねなんか200連とか、このね、コスケさんとかの200連とかにこう爆死って言ってたことが可愛いですよね。でも500連とか400連とかハマってる、でサスケさんの動画とかもあるので、ちょっとガチャが太くなってきた気がするな。なんか新しく出たキャラのね確率を1回目だけはちょっと上げるとか、そうでもしない限りコンプじゃなくて継続して楽しんでるのが少し難しくなってきちゃうので、で逆に他のねガチャ持ってないキャラが多いガチャの方にやっぱり思って、ちょっとどうしよう、本当にひどいな。はい、ああ最後に出た。はい、9体目の星なのね。はい、確認してやっていきましょう。これで5万円の4万5000円か。違うな、これ4万円のコースか、5万円目か、5万円目かな。ちょっと話してて分かんなくなっちゃいましたけど、ほんと出てください。てか星8しか出てないって、これ大丈夫なの本当に。これ確率入ってる、200連とかでこう出ないとなかなかまずいんじゃないかな。これで5万円だとしたら、あれ大丈夫か、お母さん回収に入っちゃったかな。もう年末って逆にもう今年もやめちゃおうかな。なんかもうねやってるガチャも、なんかもうやってるパズルも全部の面変わり映えないですし、はい、いやーもう銀捨てていきましょう。でボックス増やすとね、ちょっとサーバーの負担がすごい大きくなるのも分かるんで、
増やせないんでしょうけど、ただ課金してる人こそね増やしてほしいっていうのは間違いないので、無課金でボックス増やしてる人はそんないないと思うんで、支えないと、もうねお金かけて買ったものを売るしかないですからね、入れてられないので。どうなのかな、僕らへの仕組み、課金してボックス増やせるようにして、ある意味サーバー維持費を払ってるようなもんなのでね。整理しながらちょっとガタガタになってきますけど、また出ませんでしたね、残念だな。これで5万円終わりかな、あと4回で。いや5万円回して出ないんだ、おしゃちって。少し眠いですね。いやー欲望がないので、もそりゃ眠くなりますよ。もうちょっと星8出たとかないのかな。やっぱりダメですよ、深夜に行くとネガティブになりますね。はいはい、じゃあ5万5000円目5000円だと、5000円が11セットということは187、最初に6時間あるの、これで大体終わると200連か、200連終わるんですね。100連で出てないのか、いやここで出ればポンポンと1セットに2回2個出ちゃう可能性もね、ゼロではないので、まあほぼゼロでしょうけど、出てくれないかな、もしかして。まあね、画像でたくさん弾けない人のなんかこう参考になれば、なんかこういうね、あの爆死した動画とか見ると、見てもやっぱ自分は出るって思って見ちゃうんでね、いろんな人の爆死動画見れば見るほど 逆に自分は出るんじゃないかと思って弾いちゃって、まあ同じように爆死するんですよね。はい、いやしかしこれも20体いきましたね。最初のこの5体とかかわいいなと思ったんで、20体か、300円ぐらいするのが6000円も価値がない。ちょっとやめますかね、しばらく。コンプもできなくなったんで、いやこれが18体、もうほぼみんな20体か、厳しいですね。ちょっと整理しました。さあ5万5000円でダメかな。200連近くしましたけどダメそうですね。100連で出ないか、もしかしてそこまでもしかして出ないの。6万円入れて、あれでもカーリーとソニアしか出てないみたいなことを書いてますけど、出てるだけで羨ましい。ああ6万円で入れてる人が他にいるんですね。じゃあ僕も頑張りましょう。かちょっとこんなで隠しすると他のやつも回すかな。おお、星なの来ましたね。いや星なのになる。はい、課金して、はい、じゃあ行きましょう。これで終われば1万円いっちゃうのか、これで。
いやー眠いな。ちょっと眠さとの衝突ですね。お、星なのがいい感じで来ましたけど、これで12セット目ですけど、12回出てる感じかな。いやお願いします。出ませんね。いやもうでっかい当てしちゃってますけど、なんとかなんないかな。パズドラのガチャはここまで厳しくなってきてると、欲しいものが全く出てないからな、というかないガチャなんでね、しょうがないんですけど。お、いやー神社か、てか星8一体出てくれないかな。4本も増えたんでね、シャンメイ買いましたけど、さすがにソニアを買う気が起きなかったので、まあ、銀玉が100個売るとね、それだけで30万になっちゃう。厳しい。ボックスがね、もうちょっともういっぱいになってはこれで5万5000円終わりかな。ちょっと分かんなくなっちゃいますね。でもこれで5万5000円終わりだと思いますね。どうでしょう。いやなんかこんな星上げのなんかバグっぽいのかな、そんなことないのかな。で220連ぐらいかもしれないってことですね。いやー厳しい、本当に無駄に出ませんね。なんかね、グレモリー出ないことはないんでしょうけど、どんな確率なんだろう。星8が3とかだから3倍出やすいってわけじゃないのかな。はい、いやもうこれで最後、これで多分6枚ですね。なんかボックスとか見ましたけど、いやー眠いな。そうですね、さあまたこれ動画見てるし、まあ、最後にちょっとね一覧は載せておきましょう。もうこれ全部通して見てくれる人はほとんどいないと思うので、最後の結果でねバーッと見えるようにしといた方が良さそうな気がするので、さあなんだろうな、動画撮りながらやるといけないとかなんかあんのかな。開発なんでこんなに出ないんだ。ちょっとね、爆死が過ぎるので、これで、6万円だとしたら、34連の6倍、204連、プラス最終章の12連ぐらいになるから、210何連かしてることになるのかな。出なそうですもんね、もう残り8回で。星8が来るのか、ちょっとね分かんないので、210何連してると思うんですけど、250連ぐらいまで1回取らないで追加で回してみようと思いますが、もうね銀玉はもう国勢でバンバン売りながらやっちゃってるので、
金卵のだけは残してね、金卵が何個残ってるかとかをちょっと報告しつつ、星8出るまでに回したいなと思うんで、残り5000円とは言わず、これで6万円回してるので、1000と1万34回ぐらいでね、星8出てくれると嬉しいんですけど、ちょっと、はい、回して、報告したいと思いますが、ここで。星6ね、そっか、金玉が最後に来てください。はいはい、おっ、ここで終わった。はいはい、そうなんですよ、でもこれで何体目、22体目か、なかなか切ってますね。はい、金玉、はい、はい、じゃあちょっとね、この上の段の、フレイヤーハック春日様のつぼりのところまで多分さっきの動画になっていて、その後金玉が17個かな、だから1万5000円追加して7万5000円回しましたが、星8は出ずという結果になりました。なので250連ぐらい回したのかな。で星8が一体もなしという結果になりましたので、まあちょっと、まあ、斜面途中で入ってるのがいいですね。ここで門法が溢れました。さらにまたもう一回門法が溢れたので、今日はこのぐらいで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。皆さん頑張ってください。